京大三門佐竹寺は、茨城県日立大田市にある新言州豊山派の寺である。三号は、明福山、陰号は、赤音院。本尊は十一面観音。坂道三十三観音霊場の二十二番札所。寺木によれば、大道二年、特一の改装とされるが、坂道霊場記では、神奈元年に、坂道巡礼中の加山の院が、随行の元光商人に、 聖徳太子作の十一面観音像を与えて、混流させたとされている。混流当時は、観音寺と呼ばれ、現在地の北西、稲村神社の北のほら先の峰にあった。源の義満の孫の源の正義は、治領を寄進し、祈願書とした。正義はこの寺で不死が一つしかない竹を見つけ、これを随調とし、佐竹氏を称したとされる。 天文十二年に陛下により消失するが、天文十五年に、佐竹氏十八代、佐竹義明が、佐竹城の鬼門除けとして、現在地に再建した。最盛期には六シ院と三が某有したが、関ヶ原の戦いの後、佐竹氏が出羽に違法されたことにより衰退する。それでも、江戸時代は、坂東三十三観音令城の二十二番札所としての賑わいがあったが、 明治に入っての廃物希釈より後廃し、昭和二十四年まで無重の寺であった。王子を忍ぶ建物は本堂のみである。寺院本堂には珍しく、北向きに建てられている。本堂は寄せ棟作り、かやぶきで、おもやの周囲にけら吹きのもこしを巡らし、正面には東波符がつく。窓や柱、梁などに桃山建築につながる衣装が見られ、 1906年に国の重要文化財に指定された。三門は昭和15年の再建だが安置されている混合力士像は法営年間の作とされている。ただし、現在二王像は修復のため別の場所にあり、塗装修復が終わった三門のみが見られる。事務所は三門を入って右側にあり、農協所も兼ねる。境内散策は自由。ありがとうございます。